コンフントテハノミュージックとは、テキサス州のメキシコ国境周辺で演奏されている、ルーツミュージックである、テックスメックス、コンフント音楽とも呼ばれる。19世紀の終わり頃に、テキサス州サン・アントニオ周辺のドイツ系移民が演奏していたポルカやワルツを、メキシコ系住民が民族音楽、ノルテーニョ、ランチェーラに取り入れて誕生したと言われる。ノルテーニョは、 バホセストと呼ばれる12弦ギターとアコーディオン、ウッドベースなどで編成される楽団によって演奏される。白人によって編成されるバンドはオルケスタテハーナと呼ばれ、マリアッチの編成に似て、感覚器やバイオリンが中心となっている。現代では、これらの音楽をまとめて、テックスメックスと呼んでいる。ジェイ・ロペスなどのテハのミュージシャンは、ロックとルーツの音楽の影響を受けている。 テハノには様々なカテゴリーの音楽とバンドがある。主要なカテゴリーはコンフント、オルケストラ、オーケストラおよびモダンテハノの3種類である。コンフントバンドはアコーディオン、バホセクスと、エレクトリックベース、ドラムで構成されている。コンフントバンドの例としてはエステバン、スティーブ・ジョーダンのバンド、ホームタウン・ボーイズが挙げられる。オーケストラ、オーケストラはベース、 ドラム、エレキギター、シンセサイザー、ブラスセクションで構成されている。バンドにアコーディオンを入れることもある。オーケストラの例としては、ルーベン・ラモスとテキサス・レボリューション、リバティ・バンド、ラテン・ブリードなどがいる。現代の手派のバンドは、シンセサイザー、ドラム、エレキギター、ベース、時にはアコーディオンで構成されている。サウンドはシンセサイザーに依存している面もある。 現代のバンドの例として、ラ・マフィア、セレナ・クインタニラ、ラ・ソンブラ、エリダ・レーナ、デイビット・リーガル・ザ・イロス・ムーシカーレス、シェディ・ラレス、ジェー・ペレス、そしてマズなどが挙げられる。ありがとうございます。